はい、どうもこんばんは。オーケストラの指揮してます、平橋亮と言います。ですね、これからまあ楽器をね上達させていきたいとか、もしくは、上達したいだけではなくプロになりたいっていう学生さんや、子供さん含めてね、そういう方向けにお話したいと思います。僕はその音楽のエリート教育みたいのは受けなかったですし、家族にも親戚にも基本的に芸術家や音楽家は誰一人いません。はい。なので、自分が、音楽的にねすごく早く恵まれて他教育受けて、周りが音楽理解あって応援されてということでも必ずしもねなかったように思います。なので私はその意味で自分ではねもっとこうだったらよかったのになって思ってきた部分もあるんですけど、だから僕自身がそういう教育を受けてきたっていうことではなく、ただ理想的にどういう訓練をしていくといいのかっていうことを話しますね。最近はですね YouTube ライブとかやるとプロのね音楽を目指している若い人とかも参加してくださり、特にねそういう方向けかもしれないですけど、順番に行きますね。まずピアノはどんな楽器であれ基本になるので、弾ければ弾けるに越したことはないです。どこまで弾けるのかっていうのは人それぞれね事情が違うと思いますけど、弾けるに越したことはない。であと歌ね、歌もなんていうかそのねどこまでオペラ歌手みたいに歌えるかということはさておき、歌えるに越したことはない。オペラ歌手みたいに歌う必要ないよね。ただ例えばオーケストラに例えば指揮者って説明するときにこういう感じでとか歌って説明するわけね。歌がものすごい大事です。その意味ではね、指揮者にとっても、で他の楽器でもそうです。歌えなきゃ弾けないみたいなところもあるし、歌も大事ね。でソルフェージュ能力みたいのはものすごい大事なんですけど、僕はソルフェージュの訓練をねものすごく受けてきたわけでも、ものすごくソルフェージュの分野で、強みがあるかっていうと別にそんな偉そうなことをね言えるあれじゃないと思うんですけど、ソルフェージュ能力は大事です。でソルフェージュ能力っていうのはそのソルフェージュのね学科試験みたいなので測られるもの以外にも、全部総合的にソルフェージュ能力ですね、テストで測れないものも含めてね、基本的なところの例えばリズム感とかね、初見でパッと楽譜を読める力とか、もしくはテストで測るような聴音の点数とかね、全部できるに越したことはないので、これもその自分で今やれる範囲でね訓練を毎日重ねていくっていうことが大事かなと思いますね、特に若い時期ね。でそれは実際にその楽器の練習したり、合奏に参加したり音楽の実践の中でもね、いろんなソルフェージュ能力っていうのが磨かれていくので、何もテストで測れることだけがソルフェージュ能力ではありません。あとは音楽全般に対する知識とか、音楽を聴く習慣ってことですね。聴いていろんな曲を知ってたり、いろんな演奏家の素晴らしい演奏を、聴いて感動したことがあるみたいなのも大事で、演奏会に足を運ぶことも大事。なのでそうね、演奏するだけじゃなく聴く習慣、それでいろいろね知識的なことだって知ってれば知ってるほどいいので、っていうことも大事ですね。本を読んだりとかね。今言ったようなことが基本ですね。そんなに多くのことは言いませんでした。ピアノ、歌、ピアノ、歌、あれ何言った？ピアノでしょ？歌でしょ？音源聞くことでしょ？あとソルフェジュ能力全般を高めることね。音源じゃなくても実際の演奏の方がいいけどね。そういう機会に足を運んでいくってことも大事。
だこれら今言ったような、基本的な要素をね、どの専攻であったとしても、特に学生、受験生、子供は面白みを持ってね、1分1秒でも多く集中して楽しんで取り組んでいくっていうことは基本だと思いますね。うん。その基本として毎日のルーティンを過ごす中にさらにその先の追求とかね、そういうことが出てくるんだと思うのです。はい。でなのでね、まあ時期時期っていろいろあるとは思うんですけど、特にねプロの音楽家になりたいっていう人たちは、音楽って楽しいもんじゃないですか。見る人から見たらなんか遊びを仕事にしてるんじゃないかと思われたりするようなこともありますよ。場合によってはそういう言う人もいる。うん。そうなった時に、なんていうのかな、まあ楽しいんですよ、音楽はね。だから趣味を仕事にするみたいな面もあるから、他のことは全部捨てた方がいいですね。うん。他のこと全部捨てるっていうのは、友達と遊んでる暇あったら音楽と遊んでた方がいいみたいなこともあるし、ただその友達と全く遊ぶなって言うとね、今度社交性が失われてしまうかもしれない。バランスなんですけど、ただなんていうの、ちょっと調整をしていくってことね、いろんなことに対してね。特にやっぱりね、何年後に音大受験とかそういう人たちは、まあ、本当に真剣勝負なんで、まあ、死の後の言ってらんない状況ですよね。まあ、ある種のストイック。でもストイックでもないのよ。音楽って楽しいからね。と思ってやるべきですね。それでね、日々そうやって真剣に取り組むのを毎日毎日重ねて、それが1年、2年、3年と積み重なった時に、それがその人の実力っていうことなんですよね。その実力の、積み重ね、毎日の努力の積み重ねというかね、実力の重みみたいなものは、それはもう変え難いものなんで、時間をかけてじっくり作っていくものなんで、それがそのあなたの音楽力っていうか、あなたの音楽性そのものと言ってもいいぐらいの話なんですよね。だから日々に取り組んでいくことですよね。はい、ということでね、まあ、専攻に関わらず、ピアノ、歌、ソルフェジュ能力全般で、あと音楽を聴く、音源でもいい、演奏会行くのも行く方がいいけど、毎回行ってらんないでしょ。それでまあ、あといろんな知識もしてた方がいいっていうあたりがね、基礎的な、基本的な、ファンダメンタルな訓練だと思います。特にね、子供のうち、若いうち、学生のうちから日々ね、ただのトレーニングということだけではなく、楽しんでね、毎日取り組んでください。そのね、その毎日毎日のその積み重ねが、1年ごとね、こう積み重ねていくと、それがあなたの音楽性そのもので、それが基礎にあって初めてその先のことがありってさっき言いましたけど、初めてその先のことがあり、で今言ったのは基本的要素なんで、またこのプロフェッショナルでね、音楽家として生きていくっていうことは、非常にその、まあ厳しいといえばね、厳しいのは事実なんで、まあこれ今の話が基礎にあった上で、さらにその先っていうことだと思うんですけどね。はい、まあ自分のこととしてね、僕もまあ、身につまされるような話なんですけど、なとこで。普段ね、クラシック音楽のね、トピック中心に取り上げてます。よろしければチャンネル登録と、動画の内容良いと思ったら高評価ボタン、お願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼しました。